演舞開演。どうもジングルベールジングルベール鈴が今日はちょっと特別にというわけで、本日はこちらスワンベーカリーのハッピーシュトレンというものを食べてみたいと思います。スワンベーカリーさんは以前ドーナツやどら焼きをプリンなんかをレビューしてたのですが、今回はハッピーシュトレンというものを食べてみたいと思います。おー、なんか怖いなこれ。そして結構重量ありますね。では中身を、いや20袋、それぐらい重量なの、それぐらい重量にならなきゃダメなの。お砂糖満パン、すごいです。まさにホワイトクリスマスですね。でもこれ持って食べたら間違いなく崩れますね。というわけでちょっと切ってみたいと思います。ハッピーシュトレンって確かドイツのお菓子になったっていう聞いたことがあるんですよね。はい、断面はこんな感じです。おー、結構重量感もありますし、結構いろんなものが入ってますね。ではいただきます。ケーキとはまた違う美味しさですね。噛んだ瞬間にまず外側の粉、白い砂雪を想像したさせるようなシャリシャリの粉糖がまずその音を奏でてくれますね。それを噛みしめると、ちょっと硬いのかなと思ったけど案外そうでもなかった生地の粉がうまい具合に旨味を凝縮させていて、その中からドライフルーツの甘酸っぱさが口の中にふわーっと広がってきて、とっても美味しかったです。まさにハッピーな気持ちになれるお菓子ですね。菓子パンと書かれていますが、これだけのボリュームなら主食にもなりそうですね。いや、それはさすがに無理か。これでお祝いできるなんてドイツはちょっと羨ましいですね。というわけで文句なしのこちら点数とさせていただきます。森林浴、後悔するけり今しても、何があったんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。